なんか映画みたいな始まり方だね。結局どういうことなのよ。お、なんか到着したね。ここが旅の出発地点になる、彩りタウン。港だね、これね。すごい感じで入ってたね。くちゃくちゃじゃん。あ、ようやく旅の目的が分かったね。さっきの白紙になったキノピオの手がかりを探そうということか。あ、でもなんか、あれじゃない？乾いてない？乾いてないって言わないか。枯れてるんだけど、街の人も誰もいないね。誰かいないか見に行ってくるって言っちゃったね、キノピオ。うん、やっぱりこの化身は彩りタウンに間違いないわ。この白紙のキノピオは一体誰が。お、なんだ。ロケット飛んでくるとかやめてよ。これ一体何なの、これ。非常用ロック解除方法。泉の広場に隠された次の3つのスイッチをすべて作動させてください。青を叩く、黄色引っ張る、赤ジャンプ。何それ。なんか作動スイッチがどっかにあるらしい。ん？確か黄色が引っ張るとか言ってなかったっけな。あ、これそうだな。いや、あれがスイッチなんですかね。一個いったね。ブルーが叩く。ブルー、これか。まあ、これはね、なんかちょっとスイッチっぽいからいいけど。で、赤でジャンプって言ってたね。うん。この中でってことだよね。なんか赤でジャンプでいけるやつってなんかある？赤。あ、わかった。わかったぞ。これか。不自然にこれだけ出てんね。すごいメカニックなんだけど。あ、そういえばこんなやついたわ。何か出てきたね。缶詰なら中に何が入っているのかちょっと気になるわね。ねえ、蓋を開けてみましょうよ。全然開かないね。ガチガチに閉められてんな。じゃあちょっとハンマーで叩いてみるか。お、ペンキ。名前が安易なんですけど。一体何するんだ。めっちゃ怒ってる。殴ったのは君か。猫身をいきなり襲うなんて卑怯だぞ。すげえ怒ってんな。おお、さっきのあのキノピオだ。やめて、何をするんですか。襲われてんの。吸われてる、色。やめてください。あ、私の色が、色が。ああやって白紙になっていくんだね。
キノピオがストローで吸われているわ。ストローで吸われるってどんな気分なんなんだろうね。足元の色が抜けて力が入りません。せめてこれだけ、こんなものを拾いました。きっと何かの役に立つかも。お、すごい。カードをたくさん手に入れた。多分この時間があったら、多分キノピオを助けることできたと思うんだけど。キノピオが真っ白に。それだけのカードがあれば、あのストローお化けと戦えるぞ。戦える、初バトルだね。来るぞマリオ。よし、戦おう。いっ、あ、タイミング悪かった。踏みつける瞬間に A ボタンを押すとタイミングよくいけばね、攻撃もパッパッパッと決まっていくんだけど。さあ、ガードもできるらしい。お、成功してる。タイミングよく A ボタン結構難しいよね。お、成功したのかな。おーい、いった。お、やっつけた。ああ、かわいそうなキノピオ。こいつ元に戻ることできないのかな。さあ、みんなで、この変わり果てた姿のキノピオに祈りを捧げましょう。もう、諦めたんだね、ピーチ姫。お、なんかするのかな、このペンキーが。色抜けを元通りするにも、ペンキを使えばいいんです。お、元に戻ったね。あ、真っ白にされた体が元に戻っています。よかった。わーい、やった。私の色が戻ったぞ。お、何やってんだ?スカスカ、カラカラ。ない、ない、ないです。ビッグペンキスターがないんです。本当にカラカラになってんね。ものすごくショックみたいですよ。あの、兵法みたいなやつに全部吸われちゃったのかな、これ。ん?なんだ?ちょっと待って、この匂い。ペンキスターの匂いがするぞ。あれがペンキスターか。あ、あった、あそこ。そうか。あのペンキスターを全部集めれば復活するんだ、きっと。マリオお願い。僕はあのペンキスターのところまで連れて行って。お前宙に浮いてんだからすぐ行けんだろ、それ。どうやって行くんだろう。こっからなんか行けそうだね。お、さあ、お、敵が出てきた。さあ、やっつけたぞ。ただちょっとペンキが少なくなっちゃったな。ペンキはどうやって回収すればいいんだろうな。あれ?ちょっと!この水車、いつもはかっこよく回っているんだけど、今は止まってるよ。回っていってる頃をマリオに見せたかったな。残念。ちょっとあれ回したいよね。どうすればいいんだろう。この水車はどうやって動かすのかな?このベルトコンベアみたいなやつがあるか。こっちか。ずーっと続いてるね、これ。お、ここまで来れたぞ。え、こっからどうすんだ。こっち登って。あいつなんかやってんな。そうか。こいつをやっつければ、あの水車が動くのか。これ一応水らしいよ。
ボコボコにしてやろう。よし、あ、で、そうか、色を元に戻して、え、そういう感じになってんの？あ、ここが邪魔になってたのか。なるほど。で、あ、これ上がっていけばいいのか。もうゴールだね、これで。来た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 。うわー、すげえ景色いいじゃん。海がすぐ近くにあって。着いた、マリオ。もっとよく見たいから、ペンキスターにもう少し近づいて。やった！ビッグ、ビッグ、あれ？近くでよく見たらこれは、リトルペンキスター。そうか、マリオ、これは、同じペンキスターでも、リトルペンキスターといって、ビッグペンキスターから生まれた子供みたいなものなんだ。なるほど。この残されたリトルペンキスターをどんどん集めていけば、そのうちでっかいやつ、ビッグペンキスターのところへたどり着くことができるんだね。え、なんだなんだ？なんだ今の空飛ぶ船は、大きなバケツでペンキを運んでいたよ。ビッグペンキスターの匂いだと思ったのは、あの大量のペンキだったのか。もしかして彩りタウンからペンキを奪っていった。マリオ、ぼやぼやしてると、ビッグペンキスターや他のリトルペンキスターも危ないぞ。さあ、その赤のリトルペンキスターを自慢のジャンプで叩くんだ。お、じゃあ叩こう。おうおう、おげおげ、拾っていこう。あ、これでクリアってことね。さあ、じゃあ7月の新作発売までにですね、全クリしようかなと思います。じゃあ次回はここ行きたいなと思います。ベニーロード。